はい、こんにちは。今日はですね、他人の印象を悪くしてしまう表現4選ということでお伝えをしていこうというふうに思います。皆さんどうでしょう、人と振る舞うときについついやってしまっている行動っていうのが、もしかしたら相手の印象を良くしない行動になってしまっているかもしれないという、そんなですね、方中にはいらっしゃるんじゃないでしょうか。これね、見てたらですね、一生懸命やっている人ほどですね、もしかしたら逆効果になっているかもしれないっていう、実験結果が出ているので、今からですね、紹介する4つに当てはまっている方はぜひ注意をしていただけたらなというふうに思います。元はですね、その印象が悪いっていうのはセルフコントロールができてないからじゃないかっていう風に言われたりしてたんですね。何かっていうと、自分のことをコントロールできないからついつい他人の悪口を言ってしまったりとか、何か何文句を言ってしまったりとか、あるいはおどおどした態度を取ってしまって、なんかあいつビクビクしてて、自信が情けに見えるな、ちょっと頼りないなっていう風に思われてしまったりとかっていうようなことが原因なんじゃないかっていうのは、セルフコントロールができないから、印象が悪くなるんじゃないかと、相手の印象を悪くしてしまうんじゃないかなんてことが言われていたりしたんですが、どうやらこれはですね、どう振る舞ったらいいのかっていうテクニックさえ身につければもう問題ないじゃないかと、対処できるんじゃないかっていう風になったので、そもそものそのセルフコントロールができてないっていう前提がひっくり返してしまうんですよね。とじゃあよく思われようとしていることが実は逆効果になっていることがあるんじゃないかっていう風に、研究のその視点っていうのをシフトしてやっていた結果、今日紹介するですね、4つのポイントが実は相手に対しての印象を悪くしている表現になっているんではないかっていうことが見つかりましたということで、今日はそれをご紹介していきます。で、別に4つ全部当てはまってるから、4つ全部当てはまってたらとんでもないことですけど、1つ当てはまってたから良くないっていうわけではなくて、それをじゃあどう相手の印象を良くしていくのかっていうのを、ぜひ考えていただけたらというふうに思います。残念ながら今日の動画は悪い表現っていうのを4つ紹介するだけなので、じゃあどうしたらいいですかっていう話はしてないので、とにかく4つのどれかに当てはまってたら、やめるっていうことをぜひはですねしていただくということで、まず1目がですね、ちょっと言葉が難しかったですので、すみません、今日はちょっとカンペを用意してるんで、それを読ませていただくのを勘弁してください。まず一つ目ですね、バックハンドコンプリメントと言われるものですね。いわゆる褒め殺しです。褒めてるつもりですね。要は中にはそのお世辞とかですね、よっ社長みたいな感じですね、常になんか誰かこう上の人たちを褒めてる人たちって周りにいませんか。それ実は逆効果ですよっていうのが出たんで、一瞬気持ちよくなるんですけど、その言われてる本人からしたら。でもそれがあまりにも続くと、だんだんですね、嫌味とか皮肉に聞こえてきてしまうんで、やめて、うわなんかこいつ社会的地位ばっかり気にして気に入られようとしてるなっていうふうに思われて、逆に落とされていくっていう、そんな人がバックハンドコンプリメント、褒め殺ししすぎてないですかと、適度に褒めるっていうことの方が効果は実は高いですよ。でそれから今回のここの話にはないんですけど、例えばですけど、かっこいい男性とか綺麗な女性に対して、かっこいいですねとか、綺麗ですね、美しいですね、美人ですねっていう、これも実は逆効果になりますよと。そんなもの相手は言われ慣れてるんですよ。だからかっこいいというよりも、そのかっこよさを保つためにどういうプロセスを踏んでるのかとかですね、その綺麗さを保つためにどういうプロセスを踏んでるんですかとか、あるいは知的な顔立ちをされてらっしゃいますねっていう、知的っていうのとかっこいいとまたちょっと表現が違ったりするじゃないですか。美人ともまた表現が違ったりする。みんなが表面的に数多く褒めてあるであろう、褒めているであろうポイントとはまた違うところで褒めるっていうのも一つ大事なテクニックになってきたりします。はい、ごめんなさい。ということで、一つ目はバックハンドコンプリメント、褒め殺し、これは良くないですよと。それから二つ目がハンブルブラッキングと呼ばれるですね、謙遜を帯びた自慢っていうものですね。よくあるのが、女の子で、私すっぴんだから今ブサイクなのって、はいはい素地がいいっていうことを言いたいですねとかですね、あるいは勉強してないんだけどなーって言いながら90点取ったりとかって、もうこういうやり方ですね。いや全然自分そんなこと大したことないっすよって言っときながら、ある一定以上の成績を収めてたりとか、ある一定以上の見た目を持っている人たちとかがそういうことをよく言うと。だからモデルの人たちなんかが、モデルとかですね、女優さんの人たちがインスタグラムとかツイッターとかですね、寝起きとか言いながら、こうすっぴん寝起きだからすっぴんとかで写真撮ってるじゃないですか。あれも褒められたいからなんですよね。私ので化粧してなくてもこんなに素地がいいんですよってことをこう言い表したいから、ああいう風に撮ったりとかしてるんですよね。あれよくよく見たら、どう考えても化粧多少、ね、クリーム塗ってたら見えたりするんですけど、だって普通に写真撮ってあんなに反射して光で肌が白く見えたりしないですからね。はい、ということもあったりするんで、ハンブルブラッキング、謙遜を帯びた自慢ですね。自分この程度ですからっていうのをするんじゃなくて、堂々とした自慢をする方が印象悪くないですよと、そういうお話になります。それから3つ目、ヒポクラシーというですね、偽善、これは嘘をつくですね。言ってることでやってることが違うと、僕個人の体験なんですけど、学校の先生はよくこれをやったりしてました。遅刻するなよとかですね、よく言ったりしてとか、
か、あるいは、廊下ですれ違ったら必ず挨拶しろよとかっていう風に先生はよく言ってくるんですけど、授業が始まってもなかなか、学校のなんて授業が始まってチャイムが鳴って授業が始まってもその5分後とかに来る先生が平気でいたりとかですね、廊下ですれ違ってこっちがこんにちはって挨拶をしてもですね、こっちに一別くれるだけ、ね、目線をこうやってくれるだけで全然挨拶もこんにちはもおはようも返さない先生とかですね、こういうのはヒポクラシーっていうですね、こういうのは印象悪いですよね。だから僕は学校の先生っていうのは嫌いになった一つの原因だったりするんですよね。言ってることでやってることが違うと、生徒には一方的にやらせようとするついに生徒たちも表現してくれたことがあるのが、まあそんなあとね、学校の先生もし見られている方がいたらごめんなさい、でもこれは僕が受けた事実ですからそれは甘して受け入れということで、最後4つ目ハブリス、これは傲慢ですね。ハブリス、傲慢というところで、これは他人のことも言うですね、他人と比較して俺の方がうまくやれるのになとかですね、あの子よりも私の方が実力あるのにとか、あの子よりも私の方が可愛いのにっていう風に他人と比較をして自分の方ができるとかやれるとかうまくうまいとかっていう風にそれを堂々と平気で他人の前で言ってしまうの、だったらお前やってみろよとかですねっていう風に思われたりとか、あるいはそれを言われた本人はディスられたっていう風に思う、あの人のそばにいるとディスられたりとか嫌な思いするからもうそばにいない方がいいななんていう風に思われたりとかっていう風にしてしまうので、ぜひですねこのハブリス傲慢っていうのも一つ下げていただいた方がいいと思います。思ったとしても口には出さずに結果でポンって出すっていう風にしていただく方がいいのではないかなというふうに思います。ということで、今日はですね他人の印象を悪くしてしまう表現4選ということで、バックハンドコンプリメント、ハンブルブラッキング、ヒポクラシー、そしてハブリス、この4つっていうのをご紹介させていただきました。日本語に直すと褒め殺し、謙遜の自慢、偽善、まあ嘘つきですね、それから傲慢と、この4つになります。この4つを避けていただくことで、あなた自身で相手からの他人からの評価っていうのを避けてしまうことを避けれるようにはなるのではないでしょうか。ということで、本日の動画は以上とさせていただきます。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。お疲れ様でした。バイバイ。またお会いしましょう。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンとそれから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。